ということで今回はミニコーナーバックハグ選手権、イエーイ、バックハグ選手権。ということで今回のチャレンジャーはじゃじゃん、はい、ドンドン、タイガくんです。はい、このタイガです。はい、ということで自分で言う、かわいい、かわいいね、かわいい、ありがとう、ありがとう。さあさあ、2211、お待たせ、え、おっそ、いや、ごめんごめんごめん、今日カベリーいないって言ってたのに、めっちゃカベリーいるじゃん。私そのつもりだったんだけど、勝手に来ちゃってさ。そうなの、私のことどうでもいいんじゃない。そんなことない。そうなんだ、もういいよ、帰るから。いや、待ってよ、もう一回、ちょっとなんか、いや待ってよじゃない、ちょっと待って、帰るから、ちょっとネタ走ったね、今今、今、いや待てよ、違う、帰るからって言って帰ろうとした時に、もっとこう、こう、もっと、もう一回、おい、どういう感じ、どういう感じ、もう一回、ちょ、ガバって来ないとね、あ、ガバって、あ、オッケー、オッケー、オッケー、サンさん、2211、お待たせ。いや、遅くない？いや、ごめん、本当に。いや、もうなんか、カベリーいるって知らなくて来たけど、うん、まあなんか、カベリーいるし、もうなんか、帰るよ、私。じゃあ、もう帰るから、じゃあね。ちょ、待てよ。ちょ、待てよ。何？お前は、俺らさ、今さ、出会って1年ぐらいじゃん。うん。あっちなんか、たかが1週間ぐらいなんだよ。うん。俺らのさ、経験的にはさ、全然上なわけじゃん。うん。なんでさ、アウタンが焼くの？俺は一番アウタンを大事にしてるから、不安にさせてごめんね。うん、分かった。じゃあ楽しく飲む。飲む飲む。うん。じゃあまた楽しく飲む。飲む飲む。はい。ということで。ということでね。可愛いね。じゃん。80点。イエーイ。よかったね。よかったよかった。一番だからって。愛嬌。愛嬌愛嬌。一番が良かったね。ドン。はい。ドン。はい。レイトくんです。はい。はい、アクセルの代表します水木レイトです。お願いします。はい。これね。よろしくお願いします。はい、ということでなんかシチュエーション考えてきたってことで、考えてきましたよ。学校だっけ。学校、ぜひ。かっこいい設定だな。さあさあ、2211、なんか最近さ、後輩の子と連絡取ってるって聞いたんだけど、うん、なんか、アリスちゃんだっけ、うん、なんか連絡取ってるらしいじゃん。なんか私、彼女だけど、もういらないってこと、うん、いや、そういうわけで、まあ、取ってる、連絡は。あ、そうなんだ、そうやって認めるんだ。それってなんか浮気じゃない、普通に。もうなんか、まあ好きだしね、向こう、俺は好きだなって思う、正直。あ、そうなんだ、うん、分かった、じゃあ私、レイト君と別れようかなって思う。うん、ありがとう、今まで、じゃあね、うん、うん、もういい。待てって俺、いや、今まで言ってなかったけど、あいつ、勘違いしてんだよね、葵。何？あいつ、うん、アリスって男だから。え、おら、おい、だって、おい、そうだろ。アクセルのエイト君の点数はもうこちら、じゃじゃん、95点。イエーイ、いや、面白いしね、よかったね、締め技めっちゃよかったし、ちゃんとオチがちゃんとしっかりしてて、男っていうオチがすごい、やっぱシチュエーションバッチリでした。ということで、また見てね、バイバーイ。